ショウキです。リサです。ショウキリサチャンネルです。はい、というわけで今日はとあるホテルに来ています。ちょっとたまには雰囲気というか、なんかホテルで一泊するのもありかなっていうので宿泊してます。めっちゃいいね。めっちゃいいなめっちゃいいねカメラ回してほしいから早く、はい、ご紹介に。そうやな、うん、じゃあ早速部屋紹介していきたいと思います。はい、というわけで早速部屋紹介していきます。って言ってもちっちゃいんだけど、結構新しいホテルやんな。そう、できたばっかりのホテル。はい、こっちがトイレとお風呂。トイレのお風呂の紹介していきます。じゃ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 ーん。かわいい。おお、めっなあ、めっちゃ綺麗やな。これが鏡、鏡で、おお、洗面台、結構綺麗、だいぶ新しいな。これお仕事フォロー。わあ、こんなんがいいな。おお、めっちゃ綺麗。お風呂綺麗やな、うん、こんな感じです。お風呂があるんな。そうそう、大浴場がついてるっていうのがかなりポイント高いな、うん、ゆったり入れるしよな、うん、後で大浴場でしっかり使って綺麗になってから、うん、このベッドにダイブしよう。そう、許可を出した。ありがとう。思いっきり飛び込むわちょっとそれ後でやろうな、うん、めっちゃやろう。めっちゃやるのもう一回ですね、うん、ベッド飛び込み大会しようはい、というわけでまあゆっくりしよう、うん、今日は。トイレできないから近場の。そうだね、ちょっと気分変えて。いいよな、こうやっぱ気分変えるのは大事、うん、毎回家も、まあ、それはまあ少しいいけど、ね、プチ旅行気分を味わうっていう意味ではかなりいいよな、うん、お風呂から出ました。ただいまです。ただいま。気持ちよかったな、うん、貸し切りやったな。貸し切りやった。2人で入れそうやったけどな。確かに、もうな、誰も言いにかったし。確かに確かに、入ってきた時やばいからそれはさすがにせえへんけど、なんかちょっとなんか浴衣着じゃないけど旅館みたいな感じのやつ着ていい感じに整ってまいりました。我々ってことはもう綺麗になったから飛び込みしていいですか。やっちゃいますか。いいですか。どうぞ。ありがとうございます。はい。どうも。最高。やったです。痛かったね。うん、痛かった。飛び込んで痛かったもん。そうやなこれしといて彼氏っぽい横みたいなダメでバイバイ。これはね、なんかね、これは違う。何これやめてよくやね、俺この後ろの壁めっちゃ好きやね、うん、これもだから黄色のぬくもりと黒系のかっこいい感じの融合、これが将来住むべき俺らの家の形。そうじゃない、出来上がった。出来上がった。いや、あれ買ってますね。はい、乾杯。これで一泊何個？5200円。だから2人で終わるから、まあ、1人当たり今2500円ぐらいで。めっちゃ安いな。結構アメニティも充実してて、で割と全部新しくて、でかつ、まあ、温泉も調整してるで、まあ、2500円やったら、まあ、多分だいぶ安いな。大浴場のドライヤーダイソン。え、うん、やばいな、やばかった。やっぱりそうか、うん、それあれは俺普通にうすげえと思ったの。
大の字になろう。あー、来た。あ、来て。パタパタってして。パズメル？パズメルズ。やばい。なんかこういうのもたまに来たらちょっと上がるよな。上がる。でも花火大会とかもさ、もう全部ないやん、うん、だからもう浴衣着ることがない。確かに、まあ、これ浴衣じゃないけど、まあ、近いから、うん、ちょっとでもそういう気分を味わえる旅館系はいいですね、うん、あれ浴衣着た2年前うん、そうそうそう、2年前ぐらい、いや1年前かな、うん、1年前金沢旅行行った時に浴衣ありました。あー、そっちね。え、もっとあったか、あの船のやつは浴衣船みたいなって。あ、浴衣船は多分2年前な。2年前か。浴衣着て船乗ってちょっとまあなんかお酒飲みながらちょっと後悔するってやつな。そう、あれよかったな。結構パリピな人もちょっと。そうやな、大学生のパリピ勢いすごかった。ナンパしまくりっていうイケイケな感じだった。もしかしたら俺ら浴衣着るの好きなのかもしれない。うん、それはある。俺ら似合っちまうんだよ。似合っちまうから。着せれるしりさ。あ、お前、そうや、あの時着せてもらったもんな。そうそう、多目的トイレ。そうや、多目的トイレで2人で入って、まあその時はまだ渡部の事件がなかったから2人で多目的入っても大丈夫やったから入って、んで着せてもらったな、うん。確か着付け師さんに着せてもらったらお金が高かったよね。あ、そうそうそう、あ、普通にかかるから。そうそうそうってなって。そうそう、でリーちゃんはまあ着せてもらったけど、うん、多分ね、してもらったよな。そうそうそう、俺はもうリーちゃんにやってもらって。だから着物のレンタル料だけみたいな。あ、ちょじゃあ持ってきたよ、持ってきたよ。そうですね、だからかかってないよ、うん、船の乗車券のみみたいな、うん、それで行ったもんな。そうそうそう、浴衣着てたらなんか割引みたいな。あ、そういうことか。多分。あ、そうや。そうそう、浴衣着てたらちょっと船の乗車料がやっぱり。そうや、必死こいてもう時間ギリギリまでなんかちょっと汗だくでやってた気する。そうやったっけ。確かなんか、そうそう、ギリギリやって。しかもなんか忘れたんだっけ、なんかトラブルなかった。券なんか絶対なんか買うとかだった。なんか俺らなんかあったよ。じゃあお金返ってこい。お金取るの忘れとったよ、祭り。あ、そうやったっけ、俺だったっけ、リーちゃん。じゃあさ、カップルチャンネルあるあるのさ、おやすみって言って、わ、絶対今から始まるなみたいな感じの。いえいえ。え、どんな感じ。じゃあ、バイバーイみたいな感じで、ちょっとやるかなみたいな。いいよ。それで同時に電気も消せれたらいいな。ああ、あれ、抜いてちょっとした気やったほうがいい。いや、無理だよ。ほら、タイミングが合わせない。むずい。ちょっと何秒できるのか言って。10秒ぐらい。じゃあ抜く。あ、抜くの。あ、抜いてじゃあ10秒でやると。むずい。むずいな。いきます。え、なんで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 。はい。はい。5秒ぐらい。あ、ま、あ、じゃあまあ、夜やし、ゆっくり。じゃあ、それはリーちゃんが悪いやろ。無理やろ、そんな。そんな。おやすみ、言うなきゃ。おやすみだけでいいの。だから、いくで。おやすみなさーい。おやすみなさーい。おやすみなさーい。めっちゃ狙ってた。狙ってた。言えちゃう。出たんか。わーってなってから消えな。消えてからわーってなっておかしい。消えてからやったよ。違う。先にわーってなってから消えないとさ、おかしくない。なるほどな。先に消える前にやったよ。消える前に。おやすみなさーい。はい。